やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。忘れてたわ、雑談してて。ゲームすんだった、みんな。忘れてた !8 番出口の続編すんだったわ。ほんとについ最近出たばっか。カルビちゃん昨日リタイアしてた。なんで？まさかバカにはできないけ、また。困るよ。ちょっと頭使うのあったらもう厳しいんだから、俺は。あ、座ってるとこからスタートなのね。待ってね、最初から見ていこう。俺、さすがに前回のでゲーム性掴んでるからさ。もう同じ過ちは犯さないぞ、俺は。あ、いたね。異変だね。あれ異変だよね。はい、戻ります。戻りますよ。はい、ドアが開け、どういうこと？おっさんの横か？一回落ち着かしてもらおうって。一ヶ崎になってるわ。え、戻るゲームじゃなくなったの？戻れないんだったら進んでいけば絶対に異変にたどり着くよね。見つけてから前に行ったら2になるのか。見つけられてないのかな。ちょ、それを見てみよう。俺見、まあ、見つけられてないじゃん。あ、なるほどね。いる。まあでもこれで異変を察知したから2になるってこと？いったね。二の塚順調じゃない？今のあからさまあったけど、あからさまじゃない可能性もあるしな。なんとかこっちないな。ちょっと待ってね。さんざ余裕やん。進んでいけばいいんでしょ。俺ビビってないからね。ホラーゲームやってきてんの。これ後ろをね、今クリックしないといけないから目を離さないといけないです。ドンってきます。足裏の汗すっごっ。待って、ぬるぬるだったんだけど今。いくぞ、絶対来るよ。これねえ、カルビは何をこれリタイアしたの、これどこか。
だるまさんが転んだだろ。俺赤狼やってんだぜ、なめんな。はい、クリア。あのね、俺赤狼やってんだわ。見るな。取ります。なあ、今これで何本、え、もう8番、終わるぞ、みんな終わる、終わらせていい。いや俺赤狼やってんだって、そんなに捕まらない俺は。嘘だろ。異変22、22もあった？本当に？え、てかさ、30分の22っていうことはさ、俺8個異変見て最速で出たってことでしょ？他の要素がプラスされたのかもしれないけど、ゲーム性はなくなったね、前回みたいな。なるほどね。いや、でもまあ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 、いや俺はね怖くないよ。もう探してときたか。天井じゃないのこういうのって。いたら怖いことしてる俺。ちょっと待って、もしいたら怖いことしちゃってる。うわっ、くしゃ。でもまあだよ。まあでも異変一個一個はめっちゃおもろい。やばい、走れない。振り向いちゃったか。か、あ、あ、それはちょっとあかんかも。いや、それは。え、何？おもろい、なんだ？行かないといけない、これ。誰だ？え？なんかすることあんのかな？ちょっと待ってよ。なんかすることあるな。あぶねえ。なるほどね。今のまんま言ってたら異変が消化されてなかったのか。降りるな。なるほど、降りるなんて。キサラギ駅か。来た。なんて書いてある。今9って書いてあったんだけど。
ククド。降りたい俺は。なんだ？なにこれ。え、なにこれ。俺これどうすればいいの？とりあえず線路を辿ってみるか。やばい、霧が動く。これはやばい。やるやん、やるやん、やっぱ。これあれだろ、閉じ込められたんだろ俺。一回さ行きます。見て、帰れない。やっぱだったっぽいな。とりあえずポンポンちょっと進んでみよう。何撮ってんのお前。あ、何？やばい！やばい！俺に降りるなんて言わないでくれ！俺に降りるなんて言わないでくれ！あ、間違えた。降りちゃった。まあ、いや、でも近づいたら持ってかるんだよ。894894。あ？クリックできるわけじゃないしな。いや、ドアのマークなんだね。これでドアだよね。薬事、薬師、白夜、はい、はみくひ読み。いや、こうなのが、もう、あれか？おかしくなってんのか？こうじゃない可能性もあるな。しゃあ！集中！わかった。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、めっちゃ酔う。9、1、2、3、4。お前のスマホか？お前のスマホか？いや、ありえるな。わかった！ 1、2、3、4、5、6、7、8。 これクリックできる。で、できねえんだよ。意味わかんねえよ。考えろ。
一番むずいなこれ。俺は突破するよ。なんだよ、簡単じゃん。1,2,3,4,5,6,7,8 でしょ。で、ここが9になるんだよ。ここが9になるの。で、1,2,3,4、ここね。わかった、ごめん。1,2,3,4,5,6,7,8。1,2,3,4,5,6,7,8,9。1,2,3,4。これがドアだと思ってんのかおかしいのか。バッテリーだ。でも操作できねえんだな。いや、こっちのドアは操作不可やん。だとしたらこっちのドアなんだよね。あっ、あっ、いや、ごめん、いや、ごめん、ごめん、ごめん、時間使ってごめん。わかった、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 わかった。8、1、2、3、4、5、6、7、8、9、1、2、3、4、おい。ちょっと待ってね。まずさ、矢印じゃない可能性がある。絶対ここ何かなんだよね。絶対ここ何かなの。待ってね。ちょっと待ってね。いや、なんだ、ちょっと。ごめん。地球4ね。割り割り割り。オッケーオッケー。いったいった。1,2,3,4,5,6,7,8。で、1,2,3,4,5,6,7,8,9 で、1,2,3,4 でしょ、これ。これはドアだよね。これはドアだよ。これ絶対ドアなんだよ。だとして何？いや、8？ あ、8？9 を探すんだな。来た来た来た、絶対そうや。待ってね。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、待ってね。8じゃん。だから何？だって、だからなんだ。
時間かかった。いったわー。なるほどな。やめよう、スタンミジャパンになぞなぞは。おー逆にね、行ったわ。はい、異変ゼロ。着きました。ちょ、あの落ちると思うよ。なんだと。はあ、でもはっちぽ、もう操作してない今。あ、俺はずっとおっさんと一緒にいたんだな。続編ではあったけど続編ではなかったんだな。お疲れ様。後半の方はおもろかったんだ。俺が踏めてなかっただけだな、多分これ。ちゃんと踏めてたらおもろかったわ。関さんまだ沼ってる。ネタバラ食らいたくない。ここまで。ちょっと、見らっしゃ。こいつとまた出会った時、俺はそいつ、こいつから逃げない。トローしません。バカめ。一旦、8番線、9番線。はい、おろか、意味わかんない。言って意味わかんない。こいつバカや。こいつバカや。8番線、9番線とか言ってる、この筋肉バカ。これ、クリアするまでちょっと見るわ。おもろすぎ、このゲームで、ね、この問題沼ってるやつみんなおもろすぎだろ。さーて、関ゆうた、どうする？バカには解けないよ。この謎なぞ、この問題は。これ、バカかバカじゃないかが試されるからね、ここで。ちょっと一回、見逃してやろう。これまだ0番だから。これ、考えながらです。俺ずっと考えて、この頭の隅にずっと置いとく、ずっと考えながら進みます。終わった。また次見つけた時、俺はこいつから逃げない。絶対に。ね、これでやべえってパニックって通り抜けようとして多分死にます。ゲーム IQ 低い人はね。そうだよな。高いんだ俺は。そうだよな。俺もそう思うよ。俺もそれは一発で察知したよ。そこじゃねえんだよ、セキュータ。894が生きるか生けないかで人間の IQ 決まってくから。いい？このさ、電気がビリビリって消えるとさ、関さんの顔も消えんだけど、ワイプ、あははは、ワイプがさ、ワイプが消えんねんけど。さっきやったな。ワイプが見えてねえよな。ワイプ受けんだけど。おはげんじゃー。これさ、時間的にさ、俺が悩んでた時間とさ、関さんが配信で悩んでた時間ってリンクしてたんじゃない？ほぼ同じ時間に下がってたんじゃねえの？一緒にやってたんだ。受けんな。いやだから絶対携帯のこれスワイプ入力だって。これこの後さ、トランポリンの8とか言い出したらガチでヤバくない？もう言ってた。この矢印。
これは配信者でバカしかいねえんだな。左に9本右に4本いや無理っす。もうこれ無理っす。あー楽しい。これみんなの切り抜き見るの楽しみだ。俺今後マジで早いゲーム一目散にやろう。一目散にやって後から切り抜きで他の配信者バカにしよう。俺それ趣味にするわ。こんなおもろいと思ってなかった。